こんばんは。だいたい月曜日の恒例サンデーブレイクのお時間がやってまいりました。このサンデーブレイクでは日本が誇るクオリティペーパー朝日新聞の論調を紹介しています。今週は憲法記念日があったので関連の記事が多かったですね。まず紹介したいのは2日の社説、阪神襲撃37年他者への不寛容を憂うです。1987年の憲法記念日の夜、兵庫県西宮市の朝日新聞阪神支局に散弾銃を持った男が押し入り、小尻智弘記者が死亡、犬飼兵衛記者が重傷を負った。事件から37年になると冒頭書いているんですが、これは言うまでもなく許されざるテロですよね。しかも未解決事件だというのも気味が悪いですよ。終盤まで見ていくと、世界ではフェイクニュースやプロパガンダが横行する、権力者が堂々と根拠ない発言をし、情報統制の動きも進む、今こそ事実を伝える報道機関の役割を痛感すると決意を新たにしているんですね。確かに新聞の果たす役割というのは大きいと思いますよ。ただ今って報道に対する不信感というのも相当根強く残っていますからね。先日も朝日新聞ではないんですが、読売新聞が談話を捏造して問題になっていましたよね。あれなんて新聞の実態が改めて明らかになったわけですよ。事実だけを伝えるというよりも、やっぱあらかじめ狙っているその方向性があるんですよね。だからそういう方向性に向かって持っていきたいと。だけど取ってきた談話が方向性に合わないから捏造してしまったわけでしょう。本当に呆れる話ですよね。朝日新聞も憲法にしろ原発にしろ、なんか持ってきたい方向性っていうのが日々読んでると分かりますよね。憲法で言うと護憲派ですし、一応バランス取るために改憲派っぽい人の意見も載ったりするんですけど、やっぱ全体で見ると少ないなと思うんですよ。読者投稿欄声を見るとこんな正論もね載ってはいるんですよね。少ないけど、3日掲載の憲法と私たち諸国民は本当に信頼できるかから見てみましょう。憲法記念日を前に日本国憲法への疑念が拭えません。全文に、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意したとありますが、諸国民は本当に平和を愛しているのでしょうか。諸国民は本当に信頼できるのでしょうか。日本では先の大戦を反省するあまり、軍事に関することは全て避けるべきだとして国の主権や独立を重視しない思考があるようです。朝日新聞にも相当あるんじゃないかな。しかしウクライナのように他国の侵略を受けた場合はどうすればよいのでしょう。ひたすら平和を希求すればそんな事態は起こり得ないのでしょうか。自由や独立を失っても平和は何より大切なのでしょうか。本当にその通りですよね。あの護憲派とか、それこそあの3日になんかわけのわからん集会やってたあの左派の人たち、ぜひこの問いに答えてほしいですよね。まあ答えるかもしれませんね。でも出てくるものってね、対話対話対話だみたいな、あの共産党の田村さんみたいなことしか言わないでしょう。対話って大事だけど万能ではありません。それ言うんだったらまず実践してみてほしいですよね。まあ共産党であれば自民党を解き伏せてみたらどうでしょうか。国会ですらまともに対話できてないのに、なんでそれが国レベル、その国際的にその世界レベルでできるって勘違いしちゃうんでしょうか。あれはもう対話真理教という宗教ですよ。ちなみにこの声を書いたのは73歳のおじいさんですよ。朝日新聞にしては珍しくすごいまともなおじいさんが登場しましたよね。ただ変なおじいさん、もしくは変なおばあさんも、まあ、よく出てくるんですけど、同じく3日の声欄から79歳のおばあさんの声を見てみましょう。憲法の第1条に、天皇の地位は主権の損する日本国民の総意に基づくとあることが私はずっと気になっていた。国民の総意というが、私はこれまで一度も天皇制についてどう思うかと問われたことはない。現状維持を好む国民性とその国民の7、8割が天皇制を支持か少なくとも容認しているだろうから、私個人の意見は聞くまでもないということなのだろうか。天皇よりもまず国民が大切なのではないだろうか。4、5年に一度、いやせめて10年に一度でも天皇制について具体的に国民の意見を聞く機会があっても良いのではないだろうか。まるでタブーのように天皇制について誰も気さくに語り合わないことがかえって薄気味悪い。いやこれを載せてしまう朝日新聞ね、具体的な意見をとか言って結局皇室を亡き者にしたいわけでしょう。だって現状に問題がないと思っていたらこんなの言う必要もないわけだし、天皇皇室というのは日本の国柄の一番重要な部分ですよ。日本が根なし草にならないためにもやっぱり皇室の繁栄を願うというのはもうまずね、一丁目一番地なんじゃないですか。もはや日本の皇室並みに歴史を作るって無理なんじゃないですかね。だってもう1000年単位で続いてるわけですし、だからもういろいろ考えていくとこのね79歳にもなるおばあさん、
もう何をおっしゃってるのか。まあちょっとね、年齢層高い方の意見紹介してきましたけど、次はね、若手の、フレッシュな若手の意見を紹介したいと思うんですよね。66歳の女性の意見を見てみましょう。ボランティアで留守番をしていた事務所に電話がかかってきた。語源はダメだ。アメリカの押し付けだろう。平和を愛するとか、そんな甘っちょろいのは潰される。ああ、よく聞く決まり文句だ。憲法をお読みになったことがありますか？いや、読んだことはない。押し付けとおっしゃっても、帝国議会で今の憲法に決めたんですよね。それに25条は日本人が考えたものですし、25条なら知ってる。健康で文化的な生活だろ。そっちの仕事をしてた。そうそう、いいですよね、25条。まず皆さん、冒頭から違和感を感じませんでしたか？こんな電話がかかってくるなんてどんな事務所なんでしょうね。このケースだと、まあこれが事実だとしたらっていう前提ですけど、まあ電話かける方もね、ちょっとどうかなと思いますよ。ただこの声を書いた女性は、25条の件でちょっと分かり合えたとポジティブに捉えているようですね。そしてこの女性は憲法全文が印字されたクリアファイルをどこに行くにも持ち歩いてるって言うんですよ。でこの電話主にもあげたいなっていう流れで終わっています。かなりキャラが強いですよね。だからこそより気になってきます。一体どんな事務所なのかと。まあともかくですね、朝日新聞のこういったラインナップ見ていくと、まあ、憲法は変えさせたくないんだなというのが見えてくるわけですよ。最後に朝日新聞の社説も見ておきましょうか。3日の社説、平和憲法と戦争の影、国民を守るを貫くためにはからです。台湾有事を睨んだ自衛隊の南西シフト、戦闘機をはじめとする殺傷兵器の輸出解禁、指揮統制の連携を含む日米のさらなる一体化、一昨年末の安保3文書の改定で敵基地攻撃能力の保有を認め、平和憲法に基づく専守防衛の原則を空洞化させた岸田政権が、国民への十分な説明を書いたまま急ピッチで防衛力の強化を進めている。それは今、人々の生活や意識の中に安心というより戦争の影を落とし始めている。国を守るとは国民を守ることだ。備えは大事だが、憲法の掲げる自由や人権といった諸価値を守り抜くためにも、戦争を起こさせないことが第一である。政府は力一辺倒ではなく、外交を含む重層的な取り組みに全力を注ぐべきだ。平和国家の内実が今ほど問われる時はない。起こさせないのは大事ですよね。ただロシアによるウクライナ侵攻のように、まあ、やっちゃうやつって出てくるんですよ。しかも今日本を取り巻く安全保障環境はどんどん厳しくなっているでしょう。中国にロシア、北朝鮮ですからね。で本来同じグループにいるはずの韓国は非常に不安定だし、でアメリカは強いんだけれども、まあちょっとね、今年大統領選もあって、まあいろいろ不安定な、まあ内政的に不安定な面も抱えてるわけですよ。だからこそ日本自身で備えていかなければなりません。まあ本来ならね、自民党がもっと正面から憲法改正を問うべきなんですよ。その議論の中で絶対安全保障の話も出てきますから、まあそこでやっぱり国民の認知っていうのも、まあ多少は広がっていくと思うんですよね。これまで解釈で乗り切ってきた、まあ要は中途半端な形で、まあ、何十年も来てしまったということで火種が残り続けている状況です。何か起こってからでは遅いですからね。岸田総理も憲法改正意欲見せていますが、そろそろガチでお願いします。なんかこれ毎年恒例な気もするんですけど、報道の自由度ランキングっていうのが発表されていますよね。朝日新聞も記事にしているんですが、調査対象の180カ国地域のうち日本は70位となり、主要7カ国の中で依然最下位だったとのことです。記者クラブ制度がメディアの自己検閲や外国人ジャーナリストらの差別につながっているとしたと評価されていることも出ているんですよ。朝日新聞といえばね、やっぱり差別に厳しい新聞だと思うんですけど、そういう外国人ジャーナリストの差別につながるようなこの記者クラブ、もう散々批判されてますけど、やめたらいいんじゃないでしょうか。まあ他社の新聞なんか見てるとね、こうなんかこう政治の問題にすり替えようとしたいのか知りませんけど、まあ、自分たちがぬるま湯に使ってやってるから、まあ、こういう事態になってるわけですよね。時代も変わってきてるわけですし、日本の安全保障環境であったり、もうあらゆるものがもう AI だって進化していますから、変化している状況なので、もう明治維新並みのですね、もう大改革ってのを、まあ、この新聞業界もやるべきなんじゃないでしょうか。ということで今回は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。